ジャンプビートナイトです。今回もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、あ、妻は今朝の準備中でございます。はい、なんか急にのりごとさんから呼び出されまして、今から、名古屋市にございます庄内六地公園に行きたいと思います。11時に来いって言われて、遅れるなよとは言われてます。ただいや俺は大丈夫だけど、いや、のりごとさんが前回だいたい45分ぐらい遅れてきたんで、まあこっから20分ぐらいだと思うんで、僕は間に合うと思いますが、じゃあ行ってくるね。今日いらっしゃい。今日大雨だけどね気をつけてね。はーい、これやろ多分。けどおらんやないか。どうや。よいしょ。ついたよ。こっちぞってきて。怖いわ。俺前45分待ったのに、そんなことは一切言わなかったのに。これ使えんや YouTube で。暴力的だわ。6分や。6分よ。6分というかもっと前についてるから。こどこいたの。俺そっから見とったんや。何を。様子をかかっとったんや。いやだからもうついてたでしょ。ずいぶん前に。今車来たの。ずいぶん前にはついてたでしょ。どうする今日。いやどうしよう。俺もうちょっとこの気圧で頭痛いんやけど。わかる。俺もちょっと痛いのよ。今大きい声出したら急に痛くなって。どうする後藤さん今日。一応昼はちょっといいとこ見つけたから。え、この近くで。お昼ご飯はすごい近くで。あ、え、じゃあこの近くで済ますってことね。今日の撮影は。それは分からんけど、どうしようとりあえずマジ。本当は和歌山行く予定だったんだけど。そうなのよ、ヤッホーポイントね。日本一のヤッホー。俺たち結構美声でしょ。そうね。確かにその通り。そうですね。ちょっとなんか去年はその大会もあったらしいんで、え、今から行くじゃ。さすがにきついやろ今日。はい、全国的に大雨警報らしいから、はい、そうでしょ。これから降ってくるでしょ。内藤さん、はい、考えてきた。一応 YouTube の動画のタイトルを頼むよ。何も決まってない日。いやーやべえやつじゃん。やばいやつよ。いやマジどうする。考えようとりあえず。雨。カメラを止めて考えようと。一回止めよう。一回止めよう。マジやばいから。今回。これ動画バット評価今がないとはいえ、ね、ついちゃうよ。とりあえずマップだけ確認しよう。はい、なんかひらめくかもしれないよ。将来緑地のマップ見て思いつく。あるかもしれん。バラ。バラどう。バラ。何が。いや花はほらやっぱ全員好きだから。まあ、棒とかかなあとは。よそじの男が2人がボートを漕ぐ映像見たい。いや俺はちょっとボートは乗りたいよ。やっぱボートあったら。あるなら乗りたい。ここで済ませようとしとるやん。いや一応ちょっと考えようと思って。本当にこっからなんかいいのないと。お蔵入りよ。お蔵入りごとさ、何にも決まってない日がもう本当にこれ取れ高ない日になっちゃうから。本当に批判食らうよ。批判ある。やっぱ何にも内容ないと。とりあえず、はい、ラジオ撮ります。えっとまだ電気持ってるから。持ってるから。ボートとか行った方がいいんじゃないの。ボートで撮るラジオ。あ、いいよそれでも。そうしますか。じゃあ、うん、やった決まったね。1個決まったね。よし。なんで2個持ってこんかったの。忘れちってさ、もう1個もう入れようと思って忘れちゃった。こう喋りながらお互いのインタビュー系ダメかな。どうやろう。ということで今日はラジオ収録
ここ結構皆さんからラジオ収録のリクエストが多かったんで、やりましょう。また久々にノリノリビートラジオ回始めていきたいなと思います。ボートで俺でも話すことはいっぱいあるよ。そうでしょ、うん、やりましょう。40も間近なんで、では40も間近なんで、それを記念してボートでやりますか。いやだって俺もう荷物すごいもん。ショートカットだから、またぐだけだ。橋まで行こうよ。またぐだけだから。結構あるよ距離。いやないよ。あ、ねえ、そんなん使うってなったらよっぽどしかないやね。いやないよ。内容に盛り込んでたらないでしょ今日これ。大丈夫、こんな日でも YouTuber は内容を作らないといけないっていう苦労を俺ではみんなに知ってほしい。やってるよね絶対。だってまあ平日のこの午前中ですから後藤さん。いや普通に考えたら平日の午前中にボート乗りに来る40歳ってただの無職よ。まあなかなかの。あれ、なんかシャッター閉まってますよ後藤さん。あれ、これやばいんじゃない。内藤さん、はい、ボートのシャッター閉められても俺たちの心のシャッターは閉められんっていうところをちょっと見せたの。何それやったったか。書いてありますよ。土日および国民の祝日。参ったな、やっぱりやっぱりこうなったわ。硬いわ。こんな閉める、チェーンでチェーンでこんなバッて打つ。いやすごいよ。もうアヒルボートの表情もご覧の通りよ。黒目がすごい大きかった。どうする、もうこういうことになるんじゃないかなと思ったんだよね。これやばいな。お蔵入り、またやだよ俺。ボートが土日しか乗れないということで、ここで久々にラジオ収録します。ちっちゃ、これでしょ。どんだけ予算なくなってるの。だしこれ大丈夫後藤さん、何これ。マイクの予算2本捻出できないから。なかなか2本は難しいからさ。忘れたんじゃなくて、こんなラジオ収録ないよ。やろう。じゃあはい、なわけで久々にノリ後藤さんとラジオ収録していきたいと思います。はい、じゃあやっていこう。よろしくお願いします。はい。うわ、え、何これ、まさかと思うけど、やってもうたやってもうたー、こないだ使ったから。ノリ後藤さん、もしかして SD カード忘れたんじゃないの、マイクロ。うん、忘れた。わーこれマジ全部が全部よ後藤さん。またやってまったわ。内藤さん、なんでこうなるんやろうな、本当に。あれあるでしょ、内蔵 SD。いや、ないのよ。ないの？ GoPro のあれやつとかないの？あ、ある。ここから使えるのかな？あ、いけそうじゃない？いけそうだね。あ、ついた。リ、ノリノリ、あれ？どうやったか。あ、違う、ノリノリ後藤だ。ノリノリ後藤。ビート内藤の、リ、ノリノリビートラジオ。神がかってるね。すごいね。やっぱすごいよ。久々の収録なのにいけたんじゃない。はい、スタートです。いや、そんなわけで後藤さんお疲れ様です、はい、とりあえず、はい、ラジオ収録2本終わりまして、はい、今ノリノリビートラジオのリンクは貼っときますんで、はい、それもぜひ聞いていただければと思います、はい、そんなわけで後藤さん、ご飯食べに行きましょう。次は取れ高あるでしょ。どこ行くの。ココイチ1号店。え、変わった。変わった。行こう、久々に俺でもカレー食べたいし。行きましょう。あー、またここやん。ここやん。ここやん、後藤さん。うち渡れるかな。相当尺ないと思われるな。日替わりカリー。それは違う。違うカレー屋さんだから。激戦区やな、やっぱ。こんな。カツカレー、ほら、カツカレーうどん。いや、ほんとやん。ここじゃない。いや、あ、まだ先ですよ。いや、本当の激戦区じゃん、こんなの。カレー、カレー、カレーやん。ね。何このスパイスロード。スパイスで行ったの。カレーロードじゃないの。まあでも確かにあの人たちもなんかスパイスな、スパイスの効いた感じを。出たで、内藤のこの、街歩く人、いじりが。
この今の世の中は。痛い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 。で俺そんな昔から悪い癖があるでな本当に。これでしょ。わこれだ。これが1号店なんだ。めっちゃ混んでるじゃん。空いてないね。すげえな、やっぱ1号店の人気はすごい人気じゃん。ここは1号店ですね。車も空いてないぐらい人気で、さっき並んでる人たちもここが1号店なんだってって噂してました。お腹空いたな。でも確かにグループの1号店。なるほど、すごい。一番いや記念館空いてないね。これにしよう。早いなおい。よく唐揚げまぶし。まだ座って2秒だ。あ、こっちだな。じゃなかったからね。はい、でしょ。美味しそう。じゃあこれにしよっかな。俺もそのまま乗せてね。だからひつまぶし方式でも。なるほど、届きました。うまそうだね、非常に、うん、美味しそう。はい、すいません、お待たせいたしました。うまい。カレーってどういうの？何でもやねん。美味しい。いやー、美味しかった。後藤さん、え？財布置いてきちゃった車に。こういう取れ高いいのよ、本当に。ありがとう。財布忘れてきちゃったから車に。いやー財布忘れちゃったな車に。のり後藤さんのおごりでいいかな。ごちそうさまでーす。ポイントで払えたからいいよ。もう一応車の中には財布あるから。ラジオ収録がまだ残ってるからな。まあするか。もう2本俺ダメだ、炭水化物取ったから。もう眠気きて入ってますね。眠気タイム入ってまっとるやん。糖質、白いお米食べたからもう無理よ。そういうこと？この後からラジオ収録2本とか無理。テンションだな。あとは看板にウッチって書いてあっただけはないって。絶対ウッチだけしか書いてなかったって本当に。いや、そこのところにちょっとだけ行って、もうちょっとかな。いやひらがなでウッチって書いてある。ウッチは持ち帰りましょうって書いてある。あえ？うんちが大きいだけでマジで。うんちが大きいとか言うなよ。いやいや、文字がね。あ、文字が小学生や。なんでこれ取りに行かなもう一回駐車場回ってさっきの取りに行かなかった。ラジオ収録の続きをしていきたいと思います。4本取りましたよ。4本取ったからもうだいぶ消耗はあるけど、はい、どうするか。ここからは動画的にはメイン。だって今まで何にもないから。とりあえず、はい、買い物行こう。そうだね、はい、買い物行こう。ユニクロ、コストコ、無印は？あ、無印も行きたい。やっぱもう怖いもんないよこれ、はい、そこ揃ったらもう動画も大バズりよ。コストコ森山総合店に着きます。今こんな感じで、今ねマップが出てますけども、あと1分少々でございますね。ちょっと1本ね道間違えちゃいまして、高速の乗り口をね1個通り過ぎてしまいまして、ちょっと私遅れております。急ぎます。はい、遅いよ遅いよ本当に。なんで同じ時間に出たのにこんな時間かかってんの。結構乗り過ごしちゃって乗り過ごしちゃってすっごいでかいねここ。なんか店内の撮影ご遠慮くださいねって言われたけど、大丈夫？よいしょ。あ、コストコで買い物できたね。結構な大物よ。もうこれ7000円だからね。俺はこのナッツにしました。幅を。いや、だってコストコ撮影禁止って言われたんだもん。ジジイの買い物だわ本当に。そして僕はすっげー入れすぎちゃった。いや、さっきさっきよ、180円だから。僕たちカレー食べてますからね。180円だからさ。コストコではちょっと撮影禁止っていうこともあって、あそこ行こう、イケア。爆買いやな。爆買いしよう、イケアで。遅いよ。7990円。買えますね。ソファー買いたいから。ソファー、うん、ソファーなんてでも結構するよ。そうよ、これ欲しいの10万円から。え？マジ17万ぐらい。
あ、それは買ってもらえれば一気に動画のあれが上がるわ。申し訳ないけど、動画のあれで買えない。動画のポテンシャルが上がってくわ。あ、これだ。17万9000円。いいね。でもいや、そうなると金額的に後藤さん、ちょっとこれだと弱くなっちゃうんで。なんで俺それで金額をさ、その内藤の動画のために上げんとかんの。うちの動画的にはやっぱり20万近い。タイトルもつけやすいし、10万ってなっちゃうとちょっと弱い。10万は超えたいか。ちょっと弱い。いいよ、天才呼ぶ。保留。え保留。一旦保留する。うちのリビング知ってるでしょ。知ってる知ってる。確かに結構でかいね。あったよ後藤さん、20万円分のソファー。はい、ちょうどぴったりやけど。ぴったり。あと10円、10円出すわ。じゃあ俺これは違うと思うよ。全然いいわ。確かに。だって広さもちょうどいいじゃん。ちょうどいい。サイズ的には思ってたのはこのサイズ。呼ぶ店員さん。内藤さん、さっき言ったけど、はい、ソファー全保留。全保留。3990円。うちで出せるとしたらこれかな。後藤さん、はい、あなたこれを買って、はい、想像してみてください。生活を。椅子があなたのリビングにあります、うんうん、はい、家族は幸せな顔してますか。これはまあ、またなんか買ってきたなっていう。そうですよね。出るだろうね。あのさっき見た20万円のソファー、うん、家族の笑顔見えますか。見えません。見えんのかって。あんたっていう。こうイメージさせて買ってほしいなと思ったんで。イメージだからできなかったからやめたんだ。そういうことか。マジでいや、この張り感といい。いや、なんかすごいいいよ。これもうサムネできてるの今ここで。いや、今ちょっと撮ったけどすごいいい感じだよ。うん、よかった、はい、よかったわ。使用インパクトもですね、あれなだったね、はい、30万円のソファー買ったってなるとこっちとしても扱いやすいなと。ソファー、うんうん、全保留で。当初の予定のソファーとまた全然変わってきてるじゃん。ソファーは見たい。あ、見たいって言ったのね。買うじゃなくて。そうそうそう、買ったわ。ミトンとバスマット2枚。1600何本。7453円。買ったね。いや俺でもこれで、あのさっきのピッキーズの先と一緒やと思うと。まあ確かにこれだけ買って7000いくら。ディッキーズでつなぎで7000いくらか。確か満足感はこっちの方が。そうやった。あるね。私はコストコよりイケア派です。あ、私もです。はい、もう夜もだいぶ遅くなりまして、春日井にございますアイラスに着きまして、ここがね東海でかなり大きいと言われている無印良品でございます。こちらでまあちょっとね無印良品の最新グッズなんかをね購入したいと思いますが、ノリさんいますかね。相当広いね、マジで。めちゃめちゃ広いわ。マジでめちゃめちゃ広いね。あっちも無印っていうか全部無印なんじゃない。こっち結構こだわりのある野菜が、愛知県産産地用のものが置いてありますね。俺の大好きな盛岡冷麺もバッチリ置いてあります、ね、あんま他のお店では見ない冷凍がありますね。化学調味料を使わずに本来なんです。すげえかっこいい冷蔵庫。へえ、かっこいい。シンプルでかっこいい。この冷蔵庫めっちゃ、いやマジでめちゃめちゃでかいよ。想像を超えてた。 Google マップで来た。 Google マップで来た。変な案内されんかった。途中でされた。あれ俺意見買ってんけど、やっぱり。うん、でもすごいねここ。え、こんなものもあるんだ。へえ。全国でもかなりでかい方なんじゃない。だってもう部屋ある。部屋あります。何個ソファー見とんの。いいね、部屋。俺もまあまあ無印言ってるけど、このシリーズは見たことない。収納ケースの種類も桁が違います。無印ってこんなに収納ケースの種類あったんだって思うぐらいいっぱいあるわ。刺繍もやってくれる。こんなとこある、無印に、ね、だから本当に大きいとこにしかないんだな。そういうことか。靴下もこんな角度の靴下ないよ。
いや、こんな靴下の種類ないもん。これもう、なんか買っちゃおうかしら、私。二重編み T シャツ。あ、でもなんか素材がいい。ちょっと後藤さんおすすめのこのビッグ T 二重編みってやつを買おうかな。よし、最後はユニクロです。一気に買い物はかどったね。なんかいいね。俺は T シャツしか買ってないけど、ここで僕はスウェットと後藤さんが履いてるこのパンツ。これ俺今日ユニクロだから、いやの買っていきましょう。めっちゃ色あるやん。この色になっちゃう。後藤さん知ってた、このカゴに入れるだけでスキャンしなくても商品。いや、もう相当前から。マジ？ユニクロも相当前から、これすごいよ。こうやってやってんのか分かんない。間違わないの？ね、間違ったことない、確かに。後藤さんおすすめのギアショーツと。違うよ、これスイムの方だから。え？ちょっと。これ、水陸両用の方で買ったの。あ、この4種類。そうそう。スイムショーツ。そういうことかよ。まあいいわ。でもこっちもなんか水弾きそうやし。弾くよね、うん。じゃあ後藤さん今日はお疲れ。ありがとうございました。結構買えたね。なんかこんなんで大丈夫かな。がっつり買い物できたね。なんかまあ結構したね。いや最終的には満足しました僕。まあ結構無印が良かったな。なんか一気に救われた全部が、うん、では入ります。バイ。